仕掛けていたはずのメリオダフ、力尽きた。団長との楽しい殴り合いの時間もそろそろ終わりに近づいてまいりました。いかがしましょう。まあ、これ以上団長に何かしたら僕が許さないよ。もう絶好だから。ガイアは黙ってろ。勝負に勝ったのは俺なんだ。寝ぼけたこと言ってんじゃねえよ。勝つのは俺だぜ。やっぱ団長と俺って最高に気が合うよな。それじゃあ最後に一発行かせてもらうぜ。生きてたら後で感想聞かせてくれよな。俺と団長二人のパワーを乗せた拳の味をよ。やだやだ様。エリザベスダメだろ。おらリングの上にはメリオダフーただ一人、バーはいずこ。ほれあそこ。これはそのということは俺の勝ち。勝者メリオダフー。ディアンヌ、瞬きをする一瞬オイラ妙なものを見たような気が。僕にははっきり見えたよ。バンは確かに渾身の一撃を団長に打ち込んだ。団長の手はバンの手首を握りつぶしていたんだ。そして次の瞬間、バンの体は吹き飛ばされていた。あの姿の団長、前にも見たことがある。なんだろう、すごく不安な感じがするの。